日本の頂点をかけて争われる第77回全日本総合バドミントン選手権東京・武蔵野の森総合スポーツプラザ大会5日目は各種目準決勝が行われたここでは混合ダブルスのダイジェストを紹介する世界ランク2位の渡辺優太東野有沙ビプローが欠場する中パリ五輪出場枠を争う A 代表3ペアが揃ってベストーに進出 その中から金子勇気、松友美咲、ビプロジーと山下恭平、篠谷なる、NTT 東日本が決勝進出を果たした。一番乗りで勝利を収めたのは金子、松友。世界ランクでは上にいる A 代表の緑川大輝、NTT 東日本、斎藤夏、アクト最強との対戦は斎藤のサービスから始まった。その1ラリー目から、 サイドラインの判定に金子がチャレンジ成功次のラリーでは金子が左腕からスマッシュを突き刺し若い相手にプレッシャーをかける序盤は金子松友がリードするが斎藤がラケットを上げて前でシャトルに触るようになると流れが変わり始める女子ダブルスでは後衛を得意とする斎藤は後ろに回されてもしっかり沈めてラリーを作れるのが強み緑川 斉藤がいい形を作って逆転し、中盤以降は互いに点を取り合う展開に。終盤、連続得点でリードした金子、松友が金子のスマッシュから松友がネット前で仕留める、最高の形で第1ゲームを奪った。松友は、あまり良くない中で、引かずに点を取りに行く姿勢を続けることができた。最後の競った場面で勝てたのは良かった、と振り返った。第二ゲーム序盤も 金子松友がラリリーーを支配してリード主導権を握られて試合を展開してしまった。序盤から自分たちのペースに持っていけるようにやれることがあったのかなと思います、と緑川。シャトルが飛ぶ側のコートに入ったが、緑川が左右に振り回され、前衛にいる斎藤はシャトルに絡めず、思わず後ろを振り向く場面も。いい形で打てない緑川のジャンプスマッシュがネットにかかり、 斎藤がロブをバックアウトするなど、自分たちのミスで点差が広がっていく。斎藤は試合後、リードされてミスが多くなり、いつもしないところでミスが出た。敗因はそこかなと思います、と悔やんだ。対する金子、松友はコンビネーションよく、後ろに回された松友のスマッシュから、前にいた金子がクロスに叩き込むなど、多彩な攻撃で得点。最後は緑川が繋いできたところを、 松友がネット前にパッと落としてゲームオーバー。コートを出た二人は笑顔で観客席に手を振っ